安永塔之助は大陸浪人。日露戦争における特別任務大満州義軍隊員。演劇隊第一隊長。三岳島義軍士の被福岡市総福寺福岡市、西方寺前町に旧福岡藩士の子として生まれる。1891年、福岡県立尋常中学修有館を卒業後、現用者に参加。 1892年の第2回衆議院議員総選挙では、品川矢次郎の選挙干渉に、現用者社員として協力し、反対ハウンド員を喧嘩で倒して4ヶ月の実刑を受けている。出国後、1893年に上京し、東京美術学校に入学して2年間絵画を学び、片荒最短速量性図術の研究も行う。日清戦争においては、 朝鮮とこを企てたが果たせなかった。1899年、現用者を通じて、信仰のあった内田良平等の勧めにより、農商務省の実業練習生となって、上海に赴き、長江沿岸を中心に工業などの実地研究を行う。から、孫文や洋間もるも、平山ま末永節、内田良平、大原義武、小山雄太郎、 宮崎当天、清藤光七郎、蟹町一等の日中両国の志士たちと信仰を深めた。1901年、帰国して九州日の出新聞に入社し、1903年に九州日報に転じて政治欄などに顕筆を振るった。1904年2月、日露戦争が開戦すると、現用者の同志である柴田林二郎、小野幸之助等と共に、 戦地での特別任務を志して上京し、東山光山田炎次郎等を通じて当局に従軍の志願を申し出て受け入れられた。安営の計画としては、満州に赴き、中国の死士たちを救合して、義勇軍を組織することであったが、当時当局においても満州で行動する特別任務隊を編成する計画を練っていたため、偶然その希望に合致し、 参謀本部の福島康政の同意を得て、同年5月17日、柴田林次郎、小野幸之助と、志を同じくする、大川愛次郎、福住克美、新道慎太郎、福島熊次郎、茅野長近の7名と共に、陸軍不評調佐、花田中之助の指揮下に入り、陸軍の通訳官の名目で出征する。1904年6月に、満州安藤県に入り、 和族や中国民衆に呼びかけて四個体を編成して、ここに特別に任務隊、満州義軍が誕生した。最盛期には、隊員五千人を数えたという。その後、満州義軍で30回以上もの戦闘に参加し、関時太郎演劇大統領の指揮下で、トンカ見学牧作や吉林省通貨を占領するなど、華々しい戦果を挙げている。 日露戦争講和後の1905年10月27日、満州義軍は解散式を行い、義軍の同士の多くは帰国したが、安永は満州に泊まり、農商無償派遣の満州利源調査委員の資源調査に協力するため、通貨の東方の鉄商に赴き、そこで同年11月17日、海流上旬補長、流放書の率いる一帯に狙撃され死去した。 没後、従軍中の功により、軍六等局実賞を授与された。あとの1913年2月18日、侵害革命を成し遂げて来日した孫文は、大天矢田、宮崎東天等と共に、福岡市の総福寺に、安永遠之助の母さんに訪れている。ありがとうございます。